おはようございます。やっほー、皆さんこんにちは、中リーサでーす。やば、レイピョンと中リーサ先生はイタリアの寒暖差にやられくたばっておりました。風邪気味2人と1人、異常なぐらい元気な人が朝から歯磨きをしてるんですけど、おはようございます。もうね、那須陽子先生多分ね一回もへたばってないよね。うん、ずっと元気。一人でパリ走りまくってたよ、チャリで。そうだよ、昨日なんかレンタルチャリでさ走りまくってたじゃん。ええんじゃないよ、やばいんだよ那須ちゃんの異常な元気さ。ということで私はこのホテルに滞在してやっと朝ごはんに行こうかなっていう気持ちになったので、今からパリらしい朝ごはんを食べに行きたいと思います。初めての朝ごはんです。あー、パリっぽいわ、この注いでる感じ。一人で食べてる生き方がそこにいるし。いただきます。うますぎて衝撃なんだけど、このヨーグルト普通に蓋っぽく開けてさ、普通のヨーグルトみたいな感じ。そんぐらいうまいね。え、ケーキやばい、これうまい。今から何をしますでしょうか。見て、蛍光ピンクがね出てきたの。赤に染めてるはずが、結構な月日ピンクしてたから、うん、もうピンクがね透けて出てきちゃうの。だから赤にするために今から髪の毛をナスちゃん大先生にやってもらいます。このテントウムシヘアがさらにテントウムシになります。ジスだー。で、私はジス。那須先生がいろいろ配慮しながらやってるんですけども、パリに来ても美容室スタイルでやっております。レイちゃんもアシスタントになったね。レイちゃんさ、中学生の時美容師一緒になりたいって言ってたじゃん。で友達の髪切ってたんでしょ。そうえ、キッチンバサミで切ってた。100均で髪切り用のハサミ買って。偉いじゃん、ちゃんとすきバサミってやってたんだ。あのちゃんと髪切り用の。私が黒にする時が来るとはね。でも今ハマってんじゃん。でも何かカラフルなの合わせた黒だからね、言うとくけど。ねえ、怖い。なんで聞いてるの、小声で喋ってたのに。ということでちょっと時間を置きます。今は口を封じられています。バッテンジェスチャーで対応してください。ママーエンじゃーん。今はウィッグの髪を切ってます。今日は大好きなアクネ先生のショーに行くから、髪切って新しいヘアスタイルにしています。モテじゃないように、今はワイルドにしています。顔芸だけで面白い。どうですか、体調は。100点満点。今日のカラコン先生はオレンジです。私はブラックピンク。そしてニュージー前張りです。今日の衣装はこういうちょっとね、アユの葉っぱで隠すやつなんです。アイアムなんです、私今日は。だからこちらの前張りの方でですね、大事なところを3ポイント止めて、私の通訳さんが笑ってるんだけど。前張り完了。前張りがなんで必要かというと、皆さんほら見て、エロい。危ないでしょ。にゃん、パンツが履けないの。しかもここもすごいだろ、ほら、アユじゃん、アユ。みたい、かわいい。今日はカイリー・ジェンナーがいるらしいの。どうする、カイリーも前張りできたら友達になれるじゃん。じゃあ前張り同盟。やったということで、パリファッションウィーク1日目スタートです。ナスちゃん、今日のテーマは。今海から打ち上げられたアリエル。海藻付き。膝引っ掛けてきちゃったみたいなアリエル。カイリー・ジェンナーに見えてきた。え、本当？だから前張り同盟かなって。前張りでは通じないから調べとかな。前張りなんだろう。センターパンティ。センターパンティ。みんなびっくりだろうね、喋ってる内容を聞いたらさ。本当だよ。ここに通じないからね。フランスの人たち。うわすごいすごい、いけいけ、前張り、ジャパニーズ前張り、前張りファイト。パパラッチ。あ、いいですね。帰りっぽくなってるか。なってるなってる、オーラが来た。帰りだから今日のテーマ。
ブソボソボソボソ帰りだから今日のテーマは帰りだから食べたんでしょ今日昼。違う違う味見したんだけど。ムカつく。絶対ねアイス食べたと思ったんだよ。そういう顔してたの。もういいもん私頼むから。ああ。今も食べたいよ。食べる。ヨーグルト。でも私ヨーグルトオンリーにするからね。結局ヨーグルトが一番美味しいんでしょ。届いたよ。わあ美味しそうだな。大好きなこちらのヨーグルトアイスをみんなで食べようと思います。分けようね。おはようございます。今日は何日目ですか？やはり4日目、5日目？どっちだ？全然何もしてないのに5日も経ってる。今日はフィッティングに行きます。まさかのね個人の DM に招待が来たの。だってまずリーサがミラノにいることをなんか発見しましたみたいな感じで来て、うんうん、それであなたパリに来ますか、そしたら私たちは何日ショーがあるからぜひご招待したいですみたいな感じで来たわけよ。それってさこのニャンピョンチームが頑張った努力が身になったってことだよ。マジで嬉しいよね。うん、めっちゃ嬉しい。楽しみだな、ね、だってねブラックピンクとかねビヨンセとかね、ヘイリーもね、いっぱい衣装着てんだよ。ジェニーも着てたし。持って。私大丈夫かな。私こういうイメージでオファー受けた。こういうイメージじゃん。そういうイメージかな。そういうイメージ。すごーい。めっちゃブリブリだね。でもさ、こういうブリブリあんまないからさ、いいじゃん。うん、かわいい。次何だろうな。白も着てみて。あ、これね。マダム。マダムスタイルいきます。ジグラスのスタイル。バイエルの85番を弾きます。てててててて。マジ笑える。エリーゼのためにを弾きます。ピアノの発表会は無事に終わりました。そして一番最初に着たスーツみたいなやつになりました。ということで私たちは今からミキータっていうサングラスブランドの展示会にお呼ばれしたので行ってみたいと思います。パリのコーディネーターさんですか？ということでこちらキャンゼリゼ通りにまた戻ってきたんですけども、レイちゃんが昨日抜けがけで食ったこのアイスクリームを食べに来ました。こちらです。信じられない美味しさでしょ。ミルクとヨーグルトの愛の子、うまい。キャンゼリゼ通りのこのお店です。 Open my eyes。今日はこのちょっと赤とちょっとピンクのカラコンつけてます。似合いますか？うん、あれみたい。トワイライト。あ、トワイライト懐かしくなった。何トワイライトって何？あのヴァンパイア。おお、モテってこと？モテ、うん、ホラーモテ。イエーイ、デビルちゃん。今からリック・オーエンスのショーに向かいたいと思います。リック・オーエンスはとってもハードな感じのブランドなので私は大好きです。そしてビリー先生もよくアカデミー賞とかね、リックのドレスとか着てます。私はだから今日はビリー・アイリッシュ。すごいです。今回のリックのショーはですね、野外ですね。ご覧ください。こちらで私の華麗な泳ぎが見れますか？飛び込むんでしょ、ね、マンメイドお願いします。大地の高音ステいい感じの映え写真撮れた。さっきめっちゃ映え写真撮れてる。うわー、悪い。すごいね。悪い、ほら悪い。デビルじゃん。悪いよ。かわいい。ナスちゃんがさ、あそこいいじゃんとか言ってさ、もう後ろからカメラマンがそれこれ撮ってるよ多分。みんな真似されたよ。みんな真似してさ、ナスちゃんがカメラマンの先陣来てたからね。先陣来てた。私がいい場所教えちゃったから。いい場所教えてた。
いい場所見つけた。寝転がってるんだから。あ、そう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 。ねえ。ほら。ねえ。最高。待って待って、バージンロード。ありがとう。成果だからちゃんと。すごくない？ちゃんとね、生のお花なの。すごいよね、私だからさ、これ本物のお花だったら金かかってんなと思ったらさ、本物なの。やばくない？すごい。やってー。終わりました。今リック本人とお会いできて、素敵な優しい男性でした。はい、してたんだけど、焼肉の時間になったので、パリに来ても私たちはジャパニーズバーベキューに行きます。イエーイ、イエーイ、ギャオ、嬉しい。最近もうアイスを食べている。焼肉は無言でめっちゃ食いまくった。でも久々に日本を感じれて幸せね。宿場の散らかり用のところにこんな結婚式場みたいな感じのお花を置いてかれてですね、こちら、中リーサ先生のバレンシアガ先生です。もう一個あるんだよ、ほら、中リーサさんへって言って、で、おピンクの花こうやって飾ってますね。そしてその白のお花の横に一番重要、ゴーゴーアウトレットで買ってないやつだよこれ。ということはギフトだと思います。やばい、バレンシアガって書いてある。なんだろう。あ、最新のやつ買おうとしてたやつ。うん、オーマイガー。うん、バッグ持って、ママが買おうとしてたじゃんこれの黒。持ってじゃん。あ、いい夢が見れそう。おやすみなさい皆さん。こういうことって誰の飲みかけ？あるよね。あるよねじゃなくて、みんなのためにや。お母さんは片付けをしてるわけよ。もう靴下がこんななってさ。あ、旦那と一緒だ。勘弁してくれよ。ねえ、なんでサプリの蓋がさ、こうやって開いてんの？全部開いてたんだけど。おかしいでしょ普通に。あ、私リーサちゃんみたいな人と結婚したな。あの、これポイント、今ご飯から帰ってきたでしょ、はい、私一回も座ってないでしょ。うん、座ってない。座るとアウトなのよ、動かなくなるから、うん、で、あとテレビをつけない、テレビ見ちゃうでしょ、うん、もう何もしないでやりだす。さすがお母さんだわ、昨日まで葉っぱ隊だったとは思えない。あれ見せたいなあの写真、葉っぱ隊の、ね、見せれるように加工してつって見せる前が一番面白いんだって。もあれダヴィンチみたいな感じでめっちゃ美しかったもんね。アダムとイブ、ああ楽しみだなー、明日早く。え、これ何の動画、レイちゃん？あれはパリに行って、はい、パリコレスタートしてしてっていう感じだよね。ボリューム2ってことでしょ。ボリューム1です、これ1のエンディング。エンディングなんですねこれ。すいませんね、本当に全然分かってなくて。またね、締めが行方不明の動画が山のようにあるんです。10個ぐらいあるよね。10個ぐらいは。だからこういう感じで撮らなきゃいけないんですね皆さん。恐ろしい恐ろしい。奇跡的に空いた合間で撮ってる。そうですよ、今もうあとね30分40分ぐらいしたら私出なきゃいけないんですから。その合間に撮ってるんです。だからそろそろ YouTube もストックなくなってきたし、だから皆さん本当にあのこのコメント欄でもいいんですけど、 Instagram の DM でもいいんですけど、すいませんけどネタをいただいてよろしいですか。ちょっと本当にそろそろちゃんと YouTube をガッて撮る日を決めないとやばい。間に合わないんですね、週2で上げてると。だけどやっぱり週2で上げないとって感じなんですよね私は。やっぱりとりあえずパリコレクションもですね引き続きまだ続くと思いますので、ぜひそちらも楽しみにご覧ください。若干1名最強な人間がいるんですね。あの、もともと最強なんですけども、さらに最強ってことがわかるかもしれないです。この間もハロウィンで私たちは本当にもう疲れ果ててですね、慣れないことをやったので、もう最後終始無言だったんですよ。だけど一人だけずっと
と喋ってる恐ろしい体力の持ち主がいらっしゃったので、そちらの方は誰か皆さんご存知ですかね。クイズです。 A レイちゃん、 B 中リーサ先生、 C 那須陽子大先生、コメント欄にコメントください。はい、ということで皆さん今日の動画見てくださってありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録よろしくお願いします。そしてインスタグラムとツイッターもやっておりますので、そちらの方のフォローもよろしくお願いします。そしてグッドボタンもお願いします。はい、ということで皆さん、また次の動画でお会いしましょう。なんかリサ先生でした。バーイバーイ。体力お化けは誰だ。